ついに買いました。86の、GT グリル買いました。これずっとね欲しかったんですけど、ヤフオクで見ててもだいたい高いんですよね。で今回運よくまさかの2万6000円で落札できたんで、これに交換していこうと思います。2万6000円で GT グリルはなかなかないと思うよ。結構運が良かったと思う。いいじゃないですか。なんか前期っぽいな。あ、こっちか、こっち向きか。いや、多分これいいんじゃない？どう？これどう思う？そうかな。前期後期、どっち？ちょっと違う。ちょっと割れとる。3箇所割れとるわ。果たしてこれは付けれるのでしょうか。グリル、エンブレム付きやで。よくない？エンブレム。特にこのスリットで割れてるところとかないですね。ただ裏のこのクリップが、1、2、3箇所割れてます。それ以外は多分完璧。ホコリかぶってるんでちょっと洗ってきます。はい、じゃあこんな感じに汚いんで汚れてるんで、マジックリンとこのブラシ使って洗ってきます。綺麗になったんで、まずはこっちの GT APEX 仕様のグリルを外します。GT APEX グリルを外す。真ん中にネジがあった。いや、引っ張れば取れるはずだわ。これってたところに GT グリルをつけていけばいいのか。あ、ちょうど全部残ってるわ。はい、でこれをここにつけるんだけど、まあここにこのクリップのところに今アペックスグリルのについてたこのクリップをねつけます。これでこれをつけることによって止まるんですね。これね、で元から1個ついてる、ここに。はい、でもう1個あるんだけど割れててつけれないけど。あ、合わんの？場所が違うの？あ、やばい、場所全然違う。これ1個しか止まらん。場所が全然違う。これ前期用だ、おそらく。あ、止まった。あ、これ全然違うかも。しまった。違う、合わんわ。そして取れなくなったという。マジで全然違うんだけど。うまいことつけれんかな。どうにかしてつけれないか模索中。多分後期はここなんだよな。こことここなんだよな。後期グリルは1、2、3、4、5、多分この5箇所でつくと思うんだよね。でも前期の場所と違ってどうするか決めました。この GT グリルのここだけは合うんですよね。でそれぞれ左右2箇所ずつのところがもうないので、どうするかというと、ちょうど4枚ステーが、全部違う種類のステーが出てきました。でちょうどいいことにこことここ
とあとこことここに使ってないボルト穴がありました。しかもちゃんとネジも最初から切ってある穴です。そこにこのステーをこうやってつけてボルトで止めて、でこっち側にクリップを、まあ、このグリルを止めるためのこのグリルを止めるため の, あの穴を開けて、まあ、固定しようかなと思います。最後一箇所ね、この上のところ真ん中の上が止まる、どうしてもここ止めれないんですけど、まあ6つのうち5つ止まってればね大丈夫だと思うので、走行中よっぽど外れることはないと思うので、そういう感じでちょっとやってみたいと思います。でここの割れてるクリップね、割れてるクリップは3箇所のうち2箇所使う部分なんで、この上はね割れててもまあここは使わないんで、ここは大丈夫、直さなくても。残り2箇所をちょっとプラリペアで補修していきたいと思います。で欠けてなくなってしまってるんで、クリップ自体がね、型取り組んでこっちの健全な方のクリップの、型割れを型取って、でこっちに、型取り君をつけて、そしてプラリペアを流し込んでいくみたいな感じのやり方でちょっと補修していこうと思います。あとねよく見てたらここもちょっと割れてるんで、これ真ん中ちょうど真ん中のエンブレムのある場所、ここもプラリペアで直しますってな感じで、まあ、ステー作ってプラリペアで直してつけるっていう感じで、ちょっとまあ大掛かりなんだけど頑張ってやっていきます。型取り君を温めるためにお湯を沸かします。ファイヤー、土鍋です。これしかなかった。なんか使って形が変形している型取り君を、あ、これあれだ、ベンツのギアの型を取るときに使ったきりの形のままですね。ちょっと今よく見てたらこれね、これ補修する側、補修する方なんですけど、こっち表面を見るとこれ穴開いてるんですよね、このクリップのところ。でここにボルトを通して、でエンジンルーム側からナットで止めればプラリペアなんかで作らなくてもいいと思うんで、ちょっとそういうやり方でちょっと方針変更します。ここだけ補修しておきました、この割れてるとこだけ。ちょっと方針変更です。それで、まあ、どんな感じにしてステーで、こうやって つけようかなみたいな感じでいろいろと見てたんですけど、やっぱりね無理ですね。っていうのもこれ今真ん中だけクリップつけてある状態なんですけど、ここね、でその状態でこれ今まっすぐです。仮にステーでうまくつけれたとしても、つけられたとしても、これ横から見るとねヘッドライトとチリが合ってないんですよね。グリルが飛び出てるんですよね。だし、あと前期後期のグリルの違いって、このヘッドライトのこのアイライン、なんか聞いた話によると後期はこのヘッドライトにアイラインがついてて、でグリルもこのアイラインと同じ太さのスリットが入ってるらしくて、これちょっと太いじゃないですか。それだからこれ前期用っていうことで、後期のヘッドライトの後期の顔にバンパーも後期のものに、グリルだけ前期ってちょっとあんまりかっこ悪いよね。かっこ悪い、ダメ、やめた方がいいと思います。だからまあ今回ちょっと失敗したということで2万6000円無駄になったけど、まあ仕方ないね、知らんかったもんね。なんか太いよねこれ、太い、分からんかった、まあ、これはガレージに飾っておきましょうということで、まあしばらく GT グリルはお預けやね。ね、はい。まあまあまあ、とりあえずまたアペックスグリルにしとこうか。まあ、着くまでこのままの手芸員また外さない。いやいや、でも GT グリルいつ買えるかわからんよ。うん、まあいいえ、即決ですぐ売っとるよ。まあだけどめっちゃ高いよ。まあいいや、これまた売りゃいいや。はい、っていうことなんで、今日はちょっと悔しいですけども、くしくも GT グリルにできずということで、また近いうちにリベンジしたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。ちなみにこれ GT アペックス用なんですが、後期用のグリルなので、後期用のヘッドライトのこのアイラインと同じ細さのアイラインが入ってます。これはやっぱり太いね。はい、まあ、気にならない人が見たら気にならないけど、やっぱり揃えたい俺は。だからこれはつけません。